マリノアシティ福岡は有名ブランド品を低価格で販売する九州初の本格的なアウトレットモールとして2000年10月にオープンしました。2004年7月にアウトレット2棟、2007年9月にはアウトレット3棟がオープン。現在はおよそ160店舗が入居しています。しかし開業から20年を超え、建物や設備が老朽化したため、運営会社である福岡地所は建て替えを含め事業の大幅な見直しを検討しています。関係者によりますと、三井不動産が全国13カ所で展開している三井アウトレットパークとして現在の施設を全面的にリニューアルする計画を提案しているということです。三井不動産は複数の企業に対し、三井アウトレットパークとして開業した際にはテナントとして出店してほしいと打診していることが RKB の取材で分かりました。コンセプトは海風やマリーナを感じながら街歩きを楽しめる商業空間。店舗数も200店舗に増やす計画で2026年秋の開業を目指しています。